いやー、吉井さん、森重さん、こんばんは。こんばんは。ね、一気にですね、福岡の方気温が下がっております。そうですね、ついに私、まあ、ちょっと我が家少し特殊な状況ではありますけれども、キッチンがですね、まあ、4分の1ぐらい外みたいな作りになってるんですよ、で寒くて、ついに石油ストーブを、もうすか、出しまして。早い。一昨日はちょっと夜通しでお仕事をしてたんですけども、夜中がもう本当に寒くてですね。さすがっすね。やっぱ何、変に誇張ではでも何でもなく、山に住んでるじゃないですか。まあ山です、それによって、この前朝ですね、窓から外を覗いたところですね、まあ、庭的なところがあるんですが、そこにイノシシが、マジで、穴掘っておりまして。マジっすか。でまあまあな大きさのイノシシが、てかさ、そしたら銃あげたじゃないですか僕、それなんかまあまあマジで役に立つもんじゃないですか、ご神用としてでしょイノシシと、それから猿がですね、非常に多発する地域で、正直、猿に関してはですね、一度もう本当に数十匹というレベルを目撃しまして、もう若者顔でですよ、ゴロゴロしたり、すごいですね、毛繕いしたり、もう猿山に住んでるのかっていう時期もあります。住んでるんでしょうね、本当に。すごいな。まあまあ、危険なので、こちらからちょっかいかけることはもちろんしませんけれども、まあ、もしもの時はですね、いただいたソーコムが役立つんじゃないかと。ソーコムとね、火薬ピストルと、思いますけれども。いやさ、それさ、まあ、僕もさ、エアガンとか持ってるんで、はい、ちょっと、森重君ちの前でさ、遊ぼうと思ったけどさ。まあ、でも逆にやった方がいいのかな、そういうこと、そうですね、人がいるよっていうのをアピールした方が、ちょっとですね、夏は草が非常にすごいスピードで生えるので、まあ、半草むら状態になっちゃうんですよ、周りがですね、で草刈りもまあ追いつかずという感じなので、それもあったんだと思うんです。あ、で、まあ、まあこれからの時期はちょっとね、草刈りも行き届きますし、キャンプなんかもする人も出てくるんでですね、うちの周りは。なるほど、なるほど。まあまあだいぶ違ってくるかなと思いますけれども、まあまあまあ、そんなね寒さですけれども、お体の方は。体大丈夫ですよ。ちょっとね、この前台風がすごかったじゃないですか。いやー、すごかった。そうだそうだ、そう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 、久しぶりに台風らしいというか、感じで、結構風がすごかったじゃないですか、雨が。本当に本当にねえ、あの時は結構、まあもう本当に、まあ、ちょっとうちもちょっとレイトショー閉めて、やめたんですけど、いや、それぐらいクラスの感じでしたね。森重君って大丈夫かなと思って。いやー、そうですね、まあなんとか大丈夫でしたけど、まあこの博多南駅前ビル周辺の街路樹がですね、一本根こそぎ、折れて道に横たわっていたりとか、そういう惨状はちょっと目撃はしました。まあね、台風もそうですし、千葉のね、台風後の話とかもありますし、ちょっとこう、これはどうなんだって思うようなニュースがまたね、多いこの9月の末ですね、ですけれども、でも来週ね、あれでしょ、消費増税でしょ、そうなんですよ、ね、ちょっとね、なんかこう、ペースを握られているというかですね、勝手にね、まあペースに、国民のペースに完全に合ってないのという感じですよね、なんかそんな感じもありますし、まあこの番組でもよく出ていただいているジジネタジジイさん、なんか東京の方に行かれてたみたいで、思い出やろう A チームのね、ライブなんかに行かれてたらしいんですよ、でちょっとまだ本人に確認してないんですけど、ツイッター情報によると、その前座でね、とあるお笑いユニットが、ちょっと炎上騒ぎがあって、まあ、ちょっと正直、事情が分かんないんで、いい悪いの話全然分かんないんですけど、僕もそれ多分黒人のやつのそういう話をしてたみたいで、僕もそれ表面しか知らないですね、まあ、もしジネタジジイさん現地にいらっしゃったみたいな話であればですよ、ちょっとねそのあたりお聞きしたいなとか、トピックがちょっと多いわけですけれども、まあそんな時こそですよ、我々は映画を見るという、そうですね、そういう風にして生きてきて、見たことにより身の振りをね、考えていくということですね。ちょっとまあその映画の話であれですけど、いいですかね。もちろんです。もし君これをあげます。ありがとうございます。いきなりですけど、これは一昨年の僕の誕生日の際に、あ、そうですね、そのぐらいかな、全くこれと同じ映画のですね、ポスターをいただきました。これシルベスター・スタローン主演のコブラ、コブラ、ジョージ・コスマトス監督。よく覚えてんな。いや、ポスターがですね、何しろ僕の部屋に入って、はいはいはい、ドアを閉めると目の前にこう出てくるように設置しておりまして、いいところに貼っていただいてますね。もう出演者の名前とかは、ね、カタカナでもう画像として入ってるレベル
なんですが、 そのパンフレットですか、これは。そうです、あのね、ちょっとまたあのジュンク堂の地下でですね、はい、映画の古書市っていうのをやってまして、はいはいはい、で前回申し訳にあげたポスターも、はい、実はそこで見つけて、あ、これはあげねえばと思ったんですけ ど、うん、なるほど、また今回行ってみたら、なんと今度はポスあのパンフレットがあったので、はいはい、あ、じゃあこれもあげようと思ってちょっと買ってきました。なるほど、ありがとうございます、うん、これね、あのタバコを加えてるかと思いきやスタローマッチを加えてる。そうです、これは非常にあの面白いあたりですし、はいはい、若干なんかこうイラストめいてるんですよね。そうなんですよね、ちょっとこう、ね、うん、イラスト加工というかですね、うん、写真なんですけどね。いや、非常にあのこの時代のパンフレットとか、うん、僕好きなので、はいはいはい、あのありがたいです、ありがとうございます。なんかね、コブラはなんか森重っていう、そうですね、あの悪党には死を、そう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 、それが一、そいつが一番の薬だぜっていう、そういうあの触れ込みでね、素晴らしいキャッチフレーズだと思いますですけれども、はい、まあ、まさにまさに、うん、いや本当にね、あの、うん、そうあってほしいなと思いますけどね。まあ、この時代、この時代、ね、はい、うん、でまあ、本絡みでいくと今日はこの後ですね、うん、はい、あのゲストをお呼びしまして、そうです、とある映画の宣伝なんかいうのもございますんで、うんうん、そうです、本絡みね、お楽しみに、このオープニングの長さにへきへきせずに聞いていただきたいと思いますけれども、はい、参りましょうかね。はい、参りましょう。ストックブラザーズザワールド、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもどうも、はい、すいません、いつもありがとうございます。いや本当にいつもね、たくさんの歓声をいただいて、ね、え、申し訳ないですね、はい、はい、毎週木曜日、はい、夜10時半の放送でございます、うん、カルチャーキュレーションダバナシプログラム、うん、ストックブラザーズザワールド、お相手はストックブラザーズブラザー1森重雄介とブラザー2吉井陸斗です。よろしくお願いします。ね、ということですよ、はい、先週もちょっとオープニングのこの泣きがですね、うん、非常に遅れまして、大幅に遅れました、あの一部リスナーの方からですね、うん、いつ始まるんだという声をね、うん、いただいておりましたけれどもね、長すぎるぞと、そうですね、今日もまあま例に漏れず6分ほどあ本当だやってしまいました、ね、なかなかね、うん、ちょっとだんだんタイミングが分かんなくなってきましたね。そうですね、うん、いや、そしてこれは我々の、うん、そうなんていうんですか、こう、まあ、自己満足かもしれないんですがこのオープニングがですね、うん、面白いと思ってる節があるなんかね、どうでもいいことをダラダラ話すのが楽しいみたいな感じで ね、 なんかね、聞きづらはちょっと分かりませんけども、そうですね、ぜひそのあたりもね、うん、メールなんかいただきたいと思います。そうですね、お叱りのね、はい、結構メール最近ちょこちょこいただいておりまして、はいはいはい、ね、また来週以降ちょっと触れていきたいなと思う部分ではあるんですが、うん、ご紹介しますんで、はい、ぜひ送りいただければというふうに思います、うん、はい、よろしくお願いします。まあ、ということで今日はね、ゲストの方もいらっしゃいますことですし、うん、はい、もう始めていこうかなと思うんですが、よろしいですか。はい、わかりました。じゃあもうすぐ行きましょうかね、はい、天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ、映画を見ろと人が呼ぶ、聞け悪人ども、我は正義の役人、シネマンどころ開門。よいしょー別に言ってますね。ということでこのシネマンどころのコーナーでは毎週何かしらの映画にね、はい、我々たまたま出会いますので、はい、その映画をこのシネマンどころの門をくぐれるかどうかを恐れ多くも決済していくという映画だ話コーナーでございます、はい、今週はちょっと決済ということではないんですが、特別編でですね、はい、とある映画の、まあ、お話をしたいというふうに思っております。今週の映画は、うん、ニューヨーク公共図書館 X リブリス。アメリカを代表する図書館、ニューヨーク公共図書館。タイムズスクエアとグランドセントラルの中間にある本館を92を超える分館に、6000万点のコレクションを誇る世界屈指の知の殿堂だ。本作では一般の来訪者では見ることのできない図書館の裏側をふんだんに見ることができる。監督はドキュメンタリーの巨匠フレデリック・ワイズマン。ということで、ちょっといつもとね、ソースが違うので、うん、はい、読みが慣れない部分ちょっとありましたけれども、なんか、だんだんいい感じになってきました。そうですか、読みが、はい、よろしかった、よろしかった、はいはい、ありがとうございますはい、はい、まあ、ということで、はい、ございましてですね、はい、今日はこの映画について少し、うん、お話を、我々だけではちょっと見てない部分があって、僕なんか見てないので、はい、お話できませんので、ゲストをお呼びしたいと思います。はい、電話をね、つなぎます、はい、かけてもいいですか。もはい、よろしくお願いします。では電話をかけます、はい、今日電話出演していただくと。さあ、かかるかな。
車の音も入っております。こんばんは。こんばんは。どうも今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今ご紹介しましたニューヨーク公共図書館エクスリプリスの上映会を今週末行われる木下龍さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやということでちょっと突然のねお誘いで出演していただくということでありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。はい、もうあの今週末土曜日に上映が迫っておりますけれども、はい、まずこのニューヨーク国境図書館、ちょっと今簡単なですね作品紹介の、まあ、あのパンフレットとか載ってるような紹介を読ませていただいたところなんですが、リュウさんの方からもしよければどういう映画かっていうのを、はい、あのお話しいただければと思うんですが、はい、どうでしょう、今回どんな映画でしょう。ですね、まあ図書館の単なるその図書館のドキュメンタリーと思うと、はい、これはさにあらずで、ちょっとやっぱ見ると度肝を抜かれちゃうんですよね。我々が考えてるその図書館っていうものの概念もはるかに超えたものがあるので、はいはい、ちょっとびっくりしますね。そうですか。まあ図書館というと、まあね、イメージ本があって本を借りて、うん、もしくはちょっとゆっくりそれを読むみたいな、うん、そういう文化施設だっていうふうに僕ら考えてますけど、まあただそういう図書館ではないぞということですよね。そうなんですよね。まあもちろん映画の中でこのニューヨーク公共図書館の、はい、ね、様子を見るというか外の面を、うん、ゴーストバスターズとかで見かけたりとかって過去にもありましたけど、多分過去にその中のことを特集したような映画っていうのはあるんですかね。僕はあんまり存じ上げないんですけども。いや僕もよくわかんないんだけど、ね、多分ないでしょう。でこれもう本当にもう普段入っていけないようなところにもうどん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 入って、うん、行ってもう本当にいろんなところ見せるんですよ。うん、それでまあそのここの本館だけではなくて、はい、ここの図書館っていうのはなんかニューヨーク市内に80以上分館があるんですよ実は。もうそのいろんなそのエリアの地域住民に対するそのニーズに合わせてさまざまな分館があって、はい、そこのいろんな活動とか、まあ、そこにやってくる人たちのことを、見せたりとか、まあ、とにかくもう3時間半っていうとちょっと皆さんビビるかもしれないんですけども、はいはい、まあちょっと見てて飽きないですね。はい、うん、そうですか。はい、さすがワイズマンみたいなとこもありますよね、やっぱそこはね。そう、それで、だから僕も、まあ、どうなのかなと思って最初は、はい、まあ、ちょっと後で、まあ、この映画をかける一冊みたいなこともちょっと喋りますけど、はい、なんでこんなにヒットしてるんだろうって思ったんですよ。うんうんうん、もう東京大阪ではもう大ヒットしているし、そうですよね、もう各地で、大入りなんですよね。はいはいはい、でこの3時間半の図書館の映画が、うん、なんでそんなにその、みんな見に行くんだろうと思って最初ちょっといぶかしく思っていたんですが、はい、僕はちょっと、まあ、宣伝する必要があったんで、はい、ちょっと視聴用の、DVD で先に見てしまったんですけども、なるほど、まあこれは本当に面白いですよ。まあその大入りも納得という感じ。得だけど、はい、でも評価結構ね、はい、ハイブローというか知的レベルが高いという感じました。結構予告編とか見てると、うん、なんですかね、中の職員さんたち の会議シーンとかが結構よく出てくるじゃないですか。おそらく、はい、会議シーンが一番の、うん、見物なんですよね。そうですか。いかに公共図書館をこう守って運営していくかっていう、その話ですよね。単純にそのどうやって予算、まあ、公共図書館、公立じゃないんですね。公共図書館ということで、半分は、うん、要はニューヨーク市が、はい、お金を出して、半分は民間の、寄付とかで成り立っている図書館で、じゃあどうやってその、予算を獲得していくかみたいなことを話し合ったりとか、そういうことももちろんやるし、どんな本を入れたらいいかとか、はい、デジタル化をどう推進すればいいかみたいなことも話し合うんだけど、はい、まあ、その中でちょっと僕がほわーと思ったのは、はい、あれなんですよね、まあ、やっぱり日本とかでもそうなんだろうけども、はい、ホームレスみたいな人がやっぱ来ちゃうわけですよ。なるほど。で、そういう人たちをどうしようかっていう話になって、それである幹部は、はい、やっぱりその利用者、他の利用者のこ
ことを考えてね、はい、やっぱりルールを設けて、うん、あの単に寝に来るだけの人は、やっぱり排除する必要があるんじゃないか、みたいなことを言うんだけど、うんどね、はいはい、この館長さんってすごい偉い人で、はい、いや、ちょっと待ってって、やっぱりその、一市民のやっぱり立ち、はい、視線で見ると、やっぱりそういう人たちにも、やっぱりこう手を差し伸べる必要があるんじゃないか、みたいなことを言って、言う。まあ、なんかできることがないか、ちょっと行政とも連携を取って、はい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 、やってみようみたいなことを言ったりするんですよ。なるほどね。で、結局その、やっぱりその街全体としても、やっぱりそういう人たちを排除するような空気っていうのはあるんだけども、はい、あの、なんて言ってたかな。要は僕たちっていうのは、この街の文化を変えることが、使命なんじゃないか、みたいなことを言ったりするわけ。なるほど、なるほど。で、結構ね、そういうグッとくるシーンがいっぱいあるんですよ。はいはいはい、はい。で、基本的にその、なんていうかな、ここの、古書館の、うん、ミッションとしては、はい、ミッションというか信念っていうのがあって、はい、それはその、どんな人種だろうが、はい、どんな階層に属していようが、はい、みんな平等にその、情報にアクセスできなければいけないっていうことがあるわけ。なるほど。うん。で、それが、これがこう全くぶれないところが素晴らしくて、で、例えばそれはその、今の時代って自動法にアクセスできるかできないかで精神に関わることになるでしょ、うん、そうですよね。はい、で、だからその単にこうか本を貸し出すだけじゃなくて、はい、そういういろんな人が情報にアクセスするための手助けをしたりしてるのね。はいはいはい。だから例えばその元々図書館では、多分、あれルーターなんだよね。なんかルーターの貸し出しとかもしちゃうわけ。ああ、なるほど。うん、なんかニューヨーク市民の中に30万人ぐらい、30万人ぐらいそのインターネットにアクセスできない人たちがいると。はいはい、で、そういう人たちもやっぱり、ちゃんと、情報にアクセスできるようなことをしなきゃいけないということで、彼らは議論したりするわけ。で、そうしたときに、じゃあ1万人については、うん、なんかそういう、女性の、をするようなことをして、で、それの、その結果、それがその行政を動かして、はい、行政が予算をつけて、なんか10万世帯になんかそういう、なるほどね、アクセスできるようになったとか、なんかそういうエピソードが紹介されたりとか、なんかね、もうとにかく日本の図書館、はい、のイメージとは全然違うわけですよ。そうですよね。まあ、先入観としてやっぱりその図書館というのが本というイメージがありますけど、うん、本来その図書館ができた時にその情報のソースが本であったということであって、うん、基本的な、まあ、根っこにあるのは、まあ、情報をそうやって伝える、届ける、うん、広く届けるということが図書館の役割だから、うん、ちゃんと時代に合わせてアップデートをしてるっていうことですよね、うん、それはね。そう。もちろんそのデジタル化みたいなのもガンガン推進していて、はい、もうゆくゆくはもうそのニューヨーク市民だけではなく全世界の人が、はい、アクセスできるようにするみたいなことも言ったりするんだけども、だからその情報弱者に対して、うん、もちろんその展示とか音声、はい、を専門に扱う文館があったりもして、はい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 、そこではもう日々その、いろんな本を朗読するなんかそういう音声用のやつを、スタジオで録音していたりとかしたり、あとはその一方でその、まあ、さっきいっぱい文館があるって言ったけども、はい、なんか例えばその、ハーレムにあるような、はいはいはい、文館があって、うんうん、そこは結局、まあ結構貧しい黒人の人たちがいっぱいいるわけよね。はいはいはい、で、そうすると、そこはなんかその、あたかもなんか地域コミュニティのハブみたいな機能を果たしていて、はい、なんか、まあそういうところってのは大体、お父さんもお母さんも共稼ぎで、朝早く出てって夜遅く帰ってくるから、子供が行き場がないと、はいはいはい。そういう子供たちの居場所になっていたりとか、あとはその、要は、黒人文化研究所みたいな、すごい立派な施設があるんですよね。で、そこはその黒人文化のありとあらゆる、その、はい、ものが集まっている、はい、文化なんだけど、はい、立派な文化なんだけども、はい、そこの、館長さん、そこの所長さんが、そういうブロンクスの、なんか、まあ、そういう文化に、出かけていって、その地域の、そこの地域の黒人たちと、対話をして、で、要は、だからやっぱりアメリカも、アメリカの教科書って結構いい加減みたいで、ほうほうほう、黒人の歴史ってすごい存在に扱われてるんですって。なるほど。うん、日本の歴史の教科書と同じで、はい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 、それで、なんかその、アメリカって結局やっぱ奴隷として黒人が連れてきて来られてるわけだけども、うんうんうん、それを単にその、より良い生活のために、はい、やってきた。
労働者みたいな紹介のされ方をしていて、それに対して、まあ、その、利用者が、はい、やっぱこれはちょっと、まあ、許せないみたいなことを言うんだけども、その、黒人文化研究所の所長さんがやってきて、はい、いや、なんかここに来れば、いつでも、黒人の、はい、正しい複雑な歴史を知ることができると。だから、もう、ここを利用してほしいと。子供たちにもそういう正しい知識を持ってほしいみたいなことを、言ったりしたりね、うん。なんかね、とにかくすごいんですよ。で、かと思うと、チャイナタウンにももちろんあって、はいはい、チャイナタウンでは、要は、その中国系の人たちに対して、パソコンを教えてあげて、なるほど、なるほど。したりしてとか、うん、あとは、なんかその、ある文館では、ハローワークみたいなことをやっていて、いたりとかね。なんかとにかく、もの、なんかすごい幅広くて。はいはいはい、それも、やっぱりそのソフト面にどんどんまあ展開していったり、デジタル化していくっていう話が、うん、まあ、これだけの文館があって、物量を持ってる、うん、まあ、その、本に関しても、ものすごく情報が揃ってるところであると、うん、まあ、日本とかっていう、まあ、わかんないですけど、であると、うん、まあ、権威になってしまうというか、逆にそういう、こう、新しい技術を入れることを止めてしまう枷になる場合もあると思うけど、そのトップランナーが、まあ、むしろ、デジタル化であったり、そういうソフト面にもどん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 進出していると。柔軟に。そうそうそう。健全ですね。なんかね、もうすごい刺激的なのよ。それで、やっぱり感動的なのは、はい、そこにその勤めてる人たちが、もう本当にその幹部の人たちをはじめとして、はい、みんなね、はい、本当にもう献身的に働くの。もう惜しみなく、なんかその自分たちのそのアイデアを出して、はい、一生懸命その利用者のために働いてる様子っていうのはすごい感動的で、なんかね、これね、で、実はちょっと、これ上映するにあたって、はい、一つアイデアを出したんですよ。結局って、受け入れられなかったんですけど、やっぱり議員さんとかね、はいはいはい、お約束に詰める人に見てほしいんですよ、これを。だから、いや、議員割とかなんかそういうのをやったら、ちょっと、ね、取り上げてもらえる。いやいや、それは本当に。ちょっとこれ、まあ、ある人のアイデアもあったんだけども、はいはい、そうしましょうって言ったら、まあ、結局、いやいや、議員っていうのは、議員割りって、ちょっとみんな怒るから、議員増しぐらいの感じで言われて、結局、対応にならなかったんだけど、とにかく、そういう人たちに見てほしいなってすごい思っちゃったもんね。うんうん、まあ、ね、やっぱりその先ほどの会議シーンの話とかも、うん、まあ、このね、番組とかでもたまに言ってますけど、うん、やっぱりこう日頃あまり健全ではない議論の中にいるせいか、うんうん、映画の中とかでとても建設的な議論している場面を見ると、うんうんうん、わ、これはすごくいいなって思う場面があるじゃないですか。うん、これがその現実に行われている現場が見れるということもそうだし、うん、そう。だからね、多分ね、この映画の一番の見せ場じゃないかな。そうですよね。思うんですよ。まあ、私、あとは公共とか公立って今先ほどね、劉、うん、さんを分けて言われたあたりの区別自体もついてないような場所って多いじゃないですか、うん、場面っていうのは。そう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 。なんかそのあたりも、ああ、なるほどなるほどと、これは公共の図書館なんだっていうあたりとか、もうですね、なんかちょっとその可能性みたいなものもひょっとしたら見れるかもしれないし、そう。いやー、だからやっぱ、いや、なんかね、すごい刺激的なんですよ。だから公共の概念っていうか、うん、そのパブリックっていうものを、はいはい、っていうのは、核あるべきっていうのをやっぱ見せつけられるような感じがして、ちょっとね、びっくりですよ。なるほど、ね。で、あともね、もちろんその、いろんな人が出てきます。はい、有名な物理学者がレクチャーしていたりとか、はいはい、なんかパフォーミングアーツの発表やってたりとか、いろんな音楽の演奏やってたりとか、はいはい、あとその、エルビス・コステロが出てきてね、喋、はいはい、るとかね、はい、まあ、ここも結構いいシーンなんですけど、そうか、だからそのそカルチャーね、文化みたいなものを、そのコンテンツということにせず、ちゃんとその情報というか、日常的に必要なインフォメーションに落とし込むという、そういうことをやってる場所なわけですよね、ここはね。で、それがね、全然敷居が高くないの。もう本当にどんな人でも来れるっていうところが素晴らしくて。すごい。で、もう本当にみんな気軽に参加してる感じが、すごい羨ましくて。いや本当にお話聞いてて、羨ましいってことがやっぱりどうしても出てきてますよね。そう、だからもう、日本にもこう、日本の福岡にもこういう図書館が欲しいって思っちゃう、ね。いや、そうですね。なんかこう、例えばみんなに利用されるっていうことを考えたときに、まあ、
割とね我々の身近だと、うん、ポピュリズム方面というかですよ、うん、ちょっとこう表現をレベルを落としていくことで見せていくってことをやるんだけど、多分この場合は逆で、うん、すごくクリエイティブなアイデアであったりとか試みによってそれをの乗り越えていくというか、そう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 、そこは健全でいいですよね、うんうん、やっぱねそういうことをやっていくべきなんだよね。なるほどね、そうですよね、うん、はあ、これは3時間半飽きなさそうですね本当に、うんうんうん、でまあ映画好きのお二人はもちろん、はい、ご存知だと思いますが、はい、これはその、フレディック・ワイズマンっていう、うん、はい、その現役最高齢の、うん、なんと89歳ですよ。いやもうそうか、その御年もうインスートとゴダールと同じ年齢で現役、まあ、まあ3人とも現役なんですけど です、ね、すごいですよね。うん、でそう、あの例の相田監督がやってる観察映画の、はいはい、まあ、元祖みたいな人ですね。なるほどなるほど、はい、うん、だから、もう全くその目の前にあるものをただ淡々と見せると、その、ナレーションも入らないし、はいはいはい、字幕も一切音楽も一切入らない、まあ、最後に、うん、さっきかかってたはい、バッハのゴールドベルが、うん、まあね、多分あのグレン・グールドのやつなんだけども、はい、それがこう最後に流れるだけなんだけど、まあこれがねやっぱ全然見てて飽きないんですよ。いやまあやっぱりそのワイズマンほどの名手ですから、うんうん、あの淡々と映しているとはいえ、うん、その、うん、ね、画角の工夫であったりとか、うん、そこに入ってくる音であったりとかっていうのはものすごくちゃんとやってるんでしょうけどね。やっぱりそのもちろんあのワイズマンが切り取ったところがやっぱもちろんそこが入ってくるんだけども、はいはい、やっぱり思ったのは、はい、なんかやっぱりすごくこう弱者に寄り添ってるっていうか、やっぱそういうその、ブロンクスの下町の黒人たちとか、うん、まあ、ホームレスの人たちとか、うん、なんかそういう人たちを捉えたりとか、なんかその、クゾクの相澤さんがワイズマンすごい大好き。っていう話をなんか、なるほどなるほど、あ、なるほどなって思ったね。まあ確かに付属の視点っていうのはそういう、うん、まあ、ところから、まあ、社会のその我々がないと下手したら勘違いしているような、うん、まあ仮想と言われるような人たちにいる人たちから立ち上げていく映画ですもんね。うんうん、そう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 。なるほどなるほど。もうまさになんかそういうもう視線を感じましたね。うん、そうですか。いやいや、うん、これはもうぜひ土曜日ですよね。ちょっと情報をこちらで、うん、お伝えしますね。はい、9月28日の土曜日、会場は西鉄ホールで上映です。はい、上映は1日に3回。で1回目が、はい、朝の10時15分から、13時50分まで、休憩が10分間に入るんですかね、はい、これは、はい、で2回目は14時15分から17時50分、3回目は18時15分から、21時50分ということで、はい、まあ、朝昼晩1回ずつ、はい、20分前の会場ということですね、はい、で今回まあ一般前売りは1600円、当日は2000円ということなので、はい、まあ、断然前売りで買っていただく方がお得、そうですね、はい、いうことですし、お得だと思います、はい、大学生高校生は、1500円、前売り当日同額で売っておりますので、はい、まあ、なかなかね、うん、大学生高校生いろいろ予定がバイトがとか言ってるかもしれませんけれども、うんうん、まあ、当日飛び込みでも行きましょう、うん、はい、これは見てほしい、ね、うん、ですね、うん、でやっぱり西鉄ソウルみたいな大画面で見えるの、はい、なかなかないと思うの で、うん、そうですね、これ本当にあの大画面で見るともう図書館の中に入ったような気分に多分なると思うんですよ。なるほど、それはもうやっぱり、まあ、内容がね、内容でしっかりしてるからって言って、うん、後で DVD でとかいう人もいるかもしれないけど、うん、まあ逆にこういうのだからってことですね。ちょっと辛いかもしれない。あ、ですよね、やっぱり、うんうん、そうそうそう、やっぱり映画その一人で見るんだけど、うん、みんなで見てるというこの映画館の一種の強制力というかですね、うんうん、それによってこう見られる部分っていうのもね、ありますからね、うん、なんか、なるほどね、ありますね。まあ、チケットはチケットピアで販売ということで、そうです、チケットピアです、お買い求めいただけます、はい、お問い合わせは西鉄ホールまでということで、はい、これはもうウェブで検索をしていけば当たってくる情報ですよね。大丈夫だと思いますよ、はい、はい、ですね、西鉄ホールのホームページでも紹介されてますし、はい、ぜひ見ていただければと思います、はい、あとはラブ FM のやってる天神サイトにもバッチリ情報が載ってるので、うん、なるほどなるほど、はい、うん、
そうですね。はい、いや、まあ、時間がね、ちょっとだいぶなくなってきてしまったので、はいはいはい、もっとね、いろいろ話を聞きたいんですけど、うん、ぜひ、今度は爆音の話なんかもちょっと、はい、ね、聞かせていただきたいですし、はいはい、浪曲のね、今映画、やられてると思うんで。最近ちょっとね、これはもう、シネマ5のタイさんに感化されてしまったんだけど、はい、いやいやいや、ちょっと浪曲にハマっておりまして。ねそのあたりもちょっとお聞きしたいあたりですので、はい、よかったらまた、はい、今度は電話ではなく、一緒にお酒でも飲みながら、やれればと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、ということで、今週土曜日、はい、上映のニューヨーク公共図書館エクスリプリスの上映から、木下龍さん、来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また後ほどご連絡します。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、うん、初の電話ゲストということで我々もね、はい、緊張をしたような感じでやってましたけど、でも面白かったですね。やっぱりすごくニュー公共図書館っていうこの映画を見たくなるようなお話、すごいいろいろさせていただいたんじゃないかと。そうですね、はい、いや、なんか名前でね、うん、やっぱりこう、まあ、分かりやすい名前じゃないですか、うん、まあ、その内容のことは分かってないけど、うん、図書館っていう、まあ、イメージがよくついてる名前、うん、だから、うん、当たりを変につけちゃってる人もいるような気がするんですよ。だからこういう話を聞くことによってね、うん、あ、なるほどということで、うん、ぜひね、見に行っていただければいいなと思いますけれどもね、うん、結構なんかね、予告編で見てて、はい、すごい印象的だったのが、誰だっけな、誰か結構有名なアーティスト、誰だっけな、バスキアじゃないな、誰だったっけな、コステロじゃなくて、エルヴィス・コステロじゃなくて、コステロじゃなくて、誰かがちょこちょこ来てて、うん、よくここの本盗んでくんだよみたいな、はい、盗んでってたんだよみたいな話を笑いながら職員の人がしてるシーンがあって、なんかね、うん、決していいことではないんだけど、うん、なんかそのいい塩梅で、うんうんうん、なんかそういうことも出て、そういうエピソードとかが出てくるっていうのが、まあ、人々の生活の延長線上にあるってことですからね、それはね。いやこれ言い方がいいのかどうかあれですけど、ね、うん、あれですけどね、はいはい、なんかね、うん、なんかそういうエピソードとかもちょこちょこ出てきてて、はい、こうやっぱり映画全体、うん、多分長尺で、はい、結構見てて、はい、なかなかしんどいじゃないかと思われる方いらっしゃるかもしれないですけど、うんうん、多分そういうなんか息抜きのエピソードみたいなのがちょこちょこ多分入ってくるんじゃないかと、うん、結構これは意外と3時間あっという間に見れる映画なんじゃないかっていうのが割と予告編見てて感じました、ね、これね、良質のドキュメンタリーってそうなんですよね、うん、我々一緒にほらワイカムに見に行ったチリの戦い、あ、そう、これね、3部構成で、はい、パトリシオ・グスマンのね、9時間ぐらいですかね、結構長かったですけどね、長かったですけどね、一瞬でしたね、一瞬でしたね、うん、めちゃくちゃ面白かったです、ね、でそれだけ長い間映画見た後も、うん、山口のですね、うん、温泉に浸かりながら、うん、延々とその映画の話をするっていう半日がおそらくあの映画で終わったんじゃないかっていう感じでしたよね、多分これもね、終わった後絶対話したくなる感じですよね、いや、そうだと思います、うん、いや、もう、まあ、このね、 NRS ラジオ自体も、うん、まあ、ある意味その公共の、はい、事業の中でなされている放送でもありますし、うん、この博多南駅前ビルにもやっぱりですね、うん、そういうホームレスの方がいらっしゃったりとかってあるんですよね、うんうんうん、でなのでやっぱこう身近な部分も結構あるし、うん、僕はもう見逃せないなというふうなところで、うん、まあ、行ってまいりますけどね、うん、いやー、これはまた来週ちょっと、はい、なんかちょっとお話なんかもできればなと思っておりますので、うん、はい、これはもうほら決済とかでは何でもないですけども、そうですね、まあ、見に行っていただきたい、うんうん言い方でね、言い方がちょっと、ね、声の、いや、まあ、調整が難しい、はい、難しいですけど、はい、ね、もうあさってですね、はい、あさってで3回も上映があるので、ぜひぜひよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、はい、ということで、うん、シネマンどころのコーナーでした、はい、次のコーナーはこちらです、はい、今日の英単語、ね、やるのかっていうこんなにいい話聞いた後にやっていいのかっていう話はありますけども、公共とか言うからすごい、あの、ね、今ちょっと萎縮しましたよ、萎縮、硬い、うん、なんか我々の間がね狂いましたけれどもまあこのコーナーでは毎週ネット上にゴロゴロ落ちている英単語をですね、はい、まあ、ランダムに拾ってはみんなで学びましょうと、はい、まあ、そんな、まあ、これもね、コーナーでございます、一種のね、なんですかね、パブリックの役目かな、あ、言いましたね、それ言うまいと思ったら言いましたねまあ、情報をね伝えるということですからね、はいはい、まあ、これがどういうふうな、うん、影響をね、うん、及ぼしていくのかということですけども、ね、今日の英単語こちらでございます、はい、アフェクト、アフェクト、さあ吉井さん、この意味は、
影響的な感じですか。そうなんです。今ね、僕これ着せずしてその同じ単語言っちゃったんですけど、うん、意味はですね、うん、影響を及ぼすとか作用する、うん、まあ悪影響を及ぼすって意味もあるんですが、はいはいはい、内容によってはですね、感動させるとか、うん、なんなんのふりをする、うん、好んで用いるとかですね、うんうん、そういうまあ、人の傾向を表すような時にも使うという単語でございます。あ、勉強だったこれは、ねうん、ということでございまして、ぜひ発音を一緒にやりましょう、はい、Repeat after me おし Affect 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 One more time, OK? OK, okay. Affect Affect ありがとうございます。ありがとうございました。硬いね。すいません。いやあっという間にオープンあのエンディングでございます。はい、いやなんかね、うん、我々も、うん、リュウさんに今日多分ね、はい、この英単語まで聞いていただいてるんだろうなと思って、うん、そうですそうです若干の緊張。緊張ですね。あんなまで乱したのってふざけんなって。いや本当にね、いやこれはもう本当に申し訳ない。本当に申し訳ない。本当に申し訳ない。すいません。というあたりでございますけれども、ちょっとフォーマットにね、やっぱそね習って、そうですね。しまいましたけど。そうなんです。はい、まあでもこういう緩急をね、うん、つけながらやっていくことによって、うんうんうん、まあ皆さんに楽しんでいただくのがストックブラザーズ・ザ・ワールドであると信じております。そうですね、我々の役目であると。いやでも本当にニューヨーク公共図書館は、うん、必見ですので、うん、もう何百回でも言いますけど、うん、見に行きましょう。これはね、はいはい、もう明後日ですからね。そうですそうです、うん、あっという間です。もう予定はね大体キャンセルして大丈夫、うんうん、世の中に、うん、キャンセルできない予定はほとんどないですから、うんうんうん、もうこの映画は見に行った方がいい。いや本当に、いや本当に、まあ、で1日3回も上映があるんで。そうですそうです。最悪西鉄ホールに土曜日に行きさえすれば、うん、どこかのために見れると思うんで。そうですそうです、うん、もういろいろねまた細かい情報ありますけども、うん、はいはい、さてはさよなら。公共図書館で、公共図書館で会いましょう、はい、さよなら、さよなら。